はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばです。今日はなんかちょっと曇りですね。まあ、雨が降らなければね、オ、え、ッ、ー、OK っていう感じですね、今日は。はい、えー、ムシッとしてます、えー。最高気温がね、26度の予定でございます。はい、えー、まあ、ちょっとね、涼しいかなって感じですね。はい、えー、なんというか。はい。えー、まあ、昨日ね、えー、ライブで配信したように、ちょっとご紹介しときますね。 あの、下に貼っておきます。あのー、いわゆる気象変動ですね。えー、C の国で、えー、今何が起きているかということで、はい、まあ大変です。もう、あのー、もう5、もう5月になるっていうのに雪降ってるところあるんですよ。これね、あのー、本当に北の地域ではありません。はい、えー、まあ、あ3、 三聖章ですね。三聖章で雪が降りました。しかも25センチとかね、積もってるんですよ。もう本当ね、これね、えー、ええー、って感じですよね。あと、言っていた、あの、氷ですね。えー、すごい、すごい氷降ってます。で、粉々です、瓦が。 で、まあ、町中っていうか、まあ、村中でしょうね。えー、そこら辺に瓦が、散乱しております。はい。どうやらね、あの、木ですね、木。はい。瓦の下に木で木造みたいですね、日本と同じように。で、その天井も突き破っちゃってるみたいですね。まあ、そりゃそうでしょう。まあ、鉄筋コンクリートじゃないと持たないですね、これはね。こんなの降ってきたら。 はい。ええー、まあ、そういうことでございます。まあ、大変ですね。とりあえず、こちらね、ご紹介したんで、とりあえずね、動画も下に概要欄に貼っておきますので、見に行ってください。本当に今年ね、あの、天変地異が起こりやすくなってます。はい。いろんな地域でね、火山、あの、爆発したりとか、こういう、あの、死の国ではね、変な気候になったりとかね、ほんと天変地異起きやすいんで、えー、日本でもね、ちょっと兆候あるんですよ。 いろいろ兆候あるんです。西島のね火山があの噴火したりとか、えー、浅間山がね山体膨張したりとかあ、ちょっとね、そういった兆候が見られるんで、えー、本当に皆さんあの、十分注意してください。はいえー、まあ歩いて逃げるってことは不可能なんでね。はいえー、なので、えー、もしねあの、火山がもうね、 えー、本格的に噴火ってする前にですね、えー、兆候が見られたら、随時ね、チェックして兆候が見られたら、もう、あの、どっかにね、あの、ウィークリーマンションとかマンスリー借りてね、えー、あの、移動した方がいいですね。はい。えー、落ち着くまで。まあ、数ヶ月もすれば落ち着くところは落ち着くんですよね。えー、 なので、あのー、ね、貴重品とか、あそういうものをね、えー、バッグに詰めておいて、すぐにね、持って出かけられるようにしといてください、えー。まあね、本当に噴火しちゃったらもう、交通機関も全部止まっちゃうんで、移動できなくなってしまうんで、まあ見極めるのは大変なんですけどね、えー、ちょっとだけそういったあの兆候が見られたら、あまあ、近いかなっていう気はしますんでね、はい。 まあそういうことなんで。まあでも噴火もね、ええー、まあ程度がわかんないんでね、噴火してみるまでね。はい、大きい噴火になるかちっちゃい噴火になるかね。えー、これもわかんないんでね。まあなかなか難しいんですけどね。えー、とりあえず、あの、何ていうのかな。ああ、そういった兆候が見られたらすぐにね、あのー、ネットでね、検索なりなんなりして、まだ、あまあ大規模噴火が起こる前ですね。 はい。えー、そういったね、えー、まあ、小規模なものが見られたとしたらね、えー、検索してね、あのー、マンスリーとか、ね、えー、借りるといいですよ。あの、レオパレスなんかもありますしね、えー、1ヶ月6万、まあ、に、あの、沖縄ではね、6万ぐらいで貸してるマンスリーもありますんで、まぁ、いろいろ地方によってね、段金違うと思うんですけど、えー、まあ、そういう感じでね、 えー、命あってのもの種ですからね、えー。なので皆さんね、あのー、そこら辺はよくあの火山の近くの方は注意してください。はい。まあ本当天変地異が多いです。はい。で、もちろん人災もね、多くなってきてます。昨日もとんでもないことがね、ありましたよね。小さい子が2人ね、えー、お気の毒なことになってしまいましたけど、 まあ、これもね、えー、完全に、あの、不注意ですよね。こうい,こう,いう不注意をね、えー、する人が多くなっているっていうことです。つまりはね。で、まあ、わかりますよね。ブレインフィグでしたっけファグでしたっけブレインファグでしたっけはいや、が起きているっていうことですよね。はい。えー、スイミングスクールでね、男の子が、 お気の毒なことになってしまったりとか、あと、青でね、青で横断歩道をね、渡ってるのに、トラックにね、引かれちゃうとか、もうね、開いた口が塞がりません。はい。とんでもないです、本当に。はい。 えー、もうね、あの、頭がね、あぼんぼーんってなってきちゃってますんで、まあ、あの、なんていうのかな、食べてない人もね、あの、気をつけた方がいいでしょ本当に、CA があるんでね、頭があぼんぼーんってならないように、えー、本当に、あの、デトックスしてください。もう必須条件です、これ、あの、残るのにね。まあ、ね、あの、<laughs> なんていうのかな、まあ、 いろんなお茶がありますんでね。そういったお茶飲んでください。これね、えー、このシエーっていう固有名詞を言わなくてもそういったお茶をね、えー、飲んでいる配信者さんね、たくさんいますんでね。はい。えー、皆さんわかりますよね。はい。そういうことで、いろいろね、えー、お茶を飲みながらデトックスしてください。まあ、あとね、えー、次あたりでちょっとね、えー、言いますけど、 えー、まあ日本酒とかね、焼酎とかね、えー、あと、他のバッコですね、タバッコですね、もう結構いいみたいですね。まあこれは私実感してます。はい。私はあの、お酒弱いんで、えー、あんまりアルコール分解できないんでね、若い時めちゃくちゃ強かったんですけどね、なんか、飲まなくなったら途端に弱くなりましたね。はい。えー、えー、なんていうのかなそういうことで、 えー、タバコはでも、あの、ニコチンはね、えー、下毒結構効果あります。はい。えー、本当に、あの、冗談抜きで症状がね、えー、かなり良くなります。そういったね、死影が出てても。えー、これは面白いですよね。はい。まあ、そういうことです。えー、なのでね、まあ、 皆さんね、どうぞ、デトックス、お願いいたしますよ、ということで。今日はね、みーちゃん、あの、動物病院に連れて行きます。まあ、10時にならないと銀行開かないんで、えー、10時になって銀行に寄って、それからみーちゃんの動物病院に行こうと思ってます。ご心配かけて、本当に、皆さん、ごめんなさいね。ありがとうございます。はい。えー、みーちゃんね、えー、一応元気なんで、はい、えー。昨日、あの、流動食食べさせて、 で、あのー、チュールも舐めさせて、今朝はねた、まだ舐めさせてないんですけど、まあ、今朝はね、もういいかなと思って、あのー、なんかね、えー、もう病院行くんで、えー、まあ、病院行ってね、えー、午前中行ってきて、で、処置し,してもらおうと思ってます。はい、えー、まあ、ね、可能止めの注射とか、そんなもんだとは思うんですけど、まあ、これでね、みーちゃんがね、元気になってくれれば、はい、えー、いいと思います。 もうあの、悪いところ分かっちゃってるんでね、はい。えー、奥の歯なんですよ。そこ触ると痛がるんで、はい。多分そこですね。はい。もう多分抜けそうになってるんだと思います。はい。えー、そういうことなんでね。えー、今日は動物病院に行ってきます。それでは皆さんまた、今日も一日楽しく元気に過ごしましょう。沖縄おばばでーした。